東院町スポーツ公園陸上競技場は三重県稲部郡東院町にある陸上競技場。2020年4月1日より朝日ガスエナジーが命名権を取得し朝日ガスエナジー東院スタジアムの故障を用いている。400メートルトラックを備える陸上競技場で球技場としてサッカー競技にも使用される。東院町が所有し管理。 運営を行っている。かつては日本陸上競技連盟第三種公認競技場であったが2017年10月15日限りで公認廃止となっており、現在は陸上競技の公認大会を開催することはできない。日本フットボールリーグに所属するビアティー・ミエがホームグラウンドとして使用しているが2019年当時、三重県内では実質的に J リーグ基準を満たしたスタジアムがないことが問題となっており2019年11月29日ビアティン・ミエが指定管理者として同競技場を管理するとともにクラブが経費を負担して同競技場を県内初の J3 リーグ基準を満たすものを目指して改修することになった2020年4月1日より 四日市市に本社を置き入るピーガス等の販売を手掛けるアサヒガスエナジーがビアティンビエとの間で命名権契約を締結しアサヒガスエナジー東インスタジアムとなった契約期間は2023年3月31日までの3年間ありがとうございます